はい、こんにちは、こんばんは、たからです。昨日のそば、ちょっとこう、いろいろ話すことがあるんですけどね、結論から言うと、もうドルも円もよく動いたんですね。まあ、そのうちこの円に関しては、株売りというのがね、まあ、一つのこう、材料にはなっていたかと思います。今日メジャーイス級なんでね、まだもう少しこう、波乱要因もあるかなというところで、まあ、突然動き出したこの円の動きにも気をつけたいところ。あとはドルですね。このドルも別にまあ昨日突然動いたわけではないんですね。このドルは少し前からトレンドが出てきています。まずはこのあたりから見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス。1時間足に平常を重ねています。ドルですけども、このサポートから割り込んだ動き。これ2日前からもう流れが出てるんですね。下落トレンドがもうはっきり出てます。昨日に関しても安値更新はしっかり見たい相場だったと思いますんでね。まあトレンド通りといえばトレンド通りではあるんですね。直近の安値にはもうぶつかってきてますから、多少買い戻されるとかね、そういうことはあるかもしれません。今日は金曜日ですからね、こういった調整の戻りとか、下落トレンドが止められての調整局面とかね、こういう動きには気をつけたいということになりますから、まあドルは売っていきたい。これはもう変わらないんですけどね、どこで売るかというところで、例えば今のこの現在地、突っ込んだところで、まあ、ドルを売っていくとかは少しこう気をつけたくはなります。まあ、なんとなくこう朝からドル円動きそうですからね、それに合わせてまあドル円も動いてきそうな感じはしますけどね、ただ現在地から見ていくとドルを売っていくにはちょっとこう嫌な位置ではありますので、そこは気をつけたいところですね。はい、ちなみにこちらが4時間足、少々重ねています。週足環境見ていくと今週はもう大陰線ですね。多少戻りが入ったところでもこれは環境変わらなさそうですね。来週もですね、更新は見ていくと波の反転をこう強く意識していくチャートになっているかなと思います。この前には下落トレンドですから戻りの高値抜けなかったという一つの決着ですかね。なので、このドルの上値の差、ドル売り、これはもうしばらく僕は個人的に見たいなと思ってしまいますね。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷え重ねています。この円が本当に難しい環境だと思います。下落トレンドも見えてます。もうこれは変わらないですね。ただ現在は流れが止まって調整局面だったんですね。昨日、朝からもどんどん買いが入ったんですね。これをブレイクと見ていけば、もう押し目買い環境になってくるかと思います。まあ、円の買い戻しなんかをね、見ていくとか、波の反転なんかをこう見ていくということになるんですけども、夜に入ってからのこの押し、この押しが結構深いんですね。これを見せられると、こういろいろ意見が分かれてきそうです。まず一つに、まあ、これでやっぱりこう、短期足抜けてますからね、上昇トレンドもここに見えてますから、シンプルにも押し目買いしていけばいいんじゃないのと、これは別にまあ全然間違ってはないと思います。円の買い場を探るというのは面白いと思うんですけども。ただ、この上髭ですよね。これが潰されたと、高値をチャレンジした結果、抜けなかったといった売りなんであれば、見ていくのはやっぱりレンジということになります。すると現在地、まあ、まだこう上の方ですけどね、レンジの高値圏かなと。レンジが見えてしまったら高値圏からの売りは備えないといけないですから、まあそうするとまあ円の売り場を探っていくというのも、これも一つの考え方だと思うんですね。ではどう考えますかというのがね、まあ、今の状況ですよね。これを難しいと感じるんであれば、僕はもう様子を見ていくと、まあ、しっかりこう答えが出るまで待つというのもね、これも一つの考え方だと思います。現在地は、このブルビアの分岐点ですね。レンジの高値、このライン上にいますので、ここから買いが入ってくるのか売りが入ってくるのか、まあ、週末も絡んでますからね、少し難しい環境になってしまいそうですね。はい、ちなみに分かりにくいんであれば上位足ということで、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足見ていくとやっぱりまだこのサポートは効いていますかね。下落トレンドは強く見えてはいますけども、まあこれを見ていくとやっぱり波の反転若干見えてるかなという気がしますけどね。直近の高値を見ていくんであれば、まだ上げ余地もあるかなと。確かにこう上髭なんかもつけてきてますけどもね、ただ終値ベースで見ていけば高値超えてきてますからね、この買い戻しを見ていくのが、まあ、このチャートだと良さそうですけどもね、ただ、まあ、今のこの円相場というのは株価の影響もこう強く受けてますからね、そのあたりも含めてやっぱり考えないといけないかなとは思いますね。はい、変わりましてこちらが通貨の強軸チャートになります。こうして見ていただいてもボラがすごく大きかったというのがわかるかと思います。そんな中でこの5ドル、あとは円ですか。このあたりがまあ強かったということになりますね。一方でこのドル、これはかなり売られましたね。ユーロポンドあたりちょっとこう動きがないんですけども。はい、こちらが月単位の通貨の強軸になります。向かって左側、こちらが2月の通貨の強軸ですね。向かって右側、まだ始まったところですけどね、こちらが2月の通貨の強軸になります。これ、まるっきり逆の動きしてるの分かりますかね。強かったドルに売りが入り、弱かった円に買いが入ってると。5ドルなんかもね、まあ今買いが入ってきてますけども、こちらもまあちょっとこう弱かったんですね。あとはユーロポンド、このあたりも先月は強かったんですけどね、今月まだこう動きがないという状況です。なので、まあざっくりと見た感じにはなりますけども、2月からは逆な動き、まあ、つまり反転の動きが、若干見えてきているということにもなります。
今まで上値が重かったこの5ドル、これも直近の高値、昨日抜けてきましたんでね、こうなるとまあこう反転、よりこう強く意識して見ていくことになるかなと。するとまあこの円の買い戻しとかね、こういったところはもしかしたらこう強く出てくるかもですね。この後2月まだ日にちだいぶ残ってますんでね、この後の動きですね、こちら注目はしたくなりますね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、少々重ねています。高値152円、まだ抜けてないですね。まあ、直近では強い流れが見えていたわけですけども、これは一旦流れが止まりました。なのでまあ調整局面見ていたわけですけども、まあ今週ですね、売りが入った、多少戻りが入ってもこれはブレイクということになってきそうですけどもね。ただ難しいのがこの波の起点部分、はっきりこれ見えないんですけどね、まだ割り込んでるわけではないように思うんですね。なのでサポートされたらまだ押し目買い環境というのは崩れているわけではないとは思います。ただ今すぐそれを見ていくのはちょっとこう難しくなりましたね。サポート割れた売りの流れがここに見えていますから、仮に戻りが入ったとしてもこれ戻り売り見られていきそうでね、まずはこの下落、これを止めないと次の反転とか買いが見えてこないということになりますから、今意識していくのはこのサポートを割れたこの下落トレンド、赤い売りのトレンドですかね、これを見ていくことになりそうです。するとまあ最初の目標は波の起点ですから147円あたりと、現在148円ですから、そう考えるとまだ下げ余地もあるのかなというふうに見えてしまいますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。上昇トレンドの調整局面を見ていたわけですけども、調整レンジから下の方に抜けてきました。昨日、一昨日あたりでも明確に流れが見えてきてます。波の起点部分を見ていけば、もう押し目買い環境というのは変わらないと思うんですけども、ただまだサポートらしい動きが見えてないですよね。高値からの売りのトレンドしか見えてこないですから、サポート見ればいろいろこう考えますけどね、今のところまだそれが見えてないですから、まあ、売りを継続して見ていくことにもなりそうです。上位足見ていけば147円あたりが、まあ、一つのサポートとしてこう見ていこうかなというところになりますから、下げ余地もまだあると。まあ、この147円の後半あたり、このあたりも前回の押しになっていますから、まあ、一旦この辺りで流れが止まるとか、そういうことはあるかもですね。というのも今日も金曜日ですから、まあ、一旦流れが止まるとか、調整の動きにもしっかり備えないといけない、そういった日にはなってくるかと思います。なので、まあ、ドーンと言ってしまったのはちょっとこう仕方がないかなと思うんですけどね。僕はこの調整の動きを一旦やっぱり警戒はしたくなりますね。突っ込んだところでのショートをしていくというよりも、調整レンジが見えてくるんなら、このレンジの高値が見えてくるかと思いますからね。高値をバックに売りたいなと考えてしまいますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。もうちょっとこう一方的な下落トレンドでね、なかなかまあサポートらしいサポートもないわけですけども、まあ、ちょっとこの辺りで流れが止まりつつあるのかなという気はします。となってくると、まあここで一旦の調整レンジは考えたくなりますね。目先下落トレンドは見たいわけですから、どこかでこう戻り売りは見たくなるわけですね。現在調整局面なわけで、調整なら僕ならまずはレンジを疑います。レンジが見えてくるということは高安が見えてくるということだと思うんですね。こういった高安が見えてから、まあ上から売る、引き付けてのショート、それがまあ僕の今日のメインのシナリオということになってきそうで、今日やっていくべきはもうこの戻りの壁探しということになってきそうです。まあ、ちょっとこう円がね、ここ最近動きが鈍かったですから、ドル円なんかもこう値動き見ていくの難しかったんですけどね、ただこの2日間でよく動いてますので、動きがあるというのはやっぱりありがたいですね。下落トレンドも今は見えていますから、今日のドル円は面白そうですね。戻り売り、これをメインのシナリオとして、まあ、売り場を今日は丁寧に探っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷やしを重ねています。ダウ平均ですけども、昨日はちょっとこう戻りが入っています。とはいえ下落トレンドの戻りの高値まだ抜けてないんですね。調整の戻りに過ぎないという動きです。この前には上昇トレンド、まあ、強い流れがありますからね、上昇トレンドの押し目買いという環境でもまあ間違いではないと思うんですけどね、波の起点も割り込んでないですから、サポートされてくるなら買いが入ってくる場面もあるかもしれませんけども、ただもうこの3月に入ってからこうずっと上値重いですからね、基本的にダウに関してこの高値を更新してくるまでは、まあ、上値の重さを見ていく方がいいのかなと。昨日戻りが入っているわけですから、まあ、いい戻り売りのポイントにもなってくるかもですね。もちろんもうこう高値を抜けてしまったらもうショートは完全撤退ということになると思いますけどね、この高値をバックに売り場を探していくというのはちょっとこう面白そうな流れになってきましたね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、1時間足に冷え性を重ねています。日経平均朝からドーンと売りが入ったんですね。これ1000円近い売りになったわけですけども、ただこのリバウンドなんですね。これをどう見ていくのか、僕はこのサポートまだ効いてるんじゃないかなというふうに考えてしまいます。上昇トレンドの押し目買いがしっかり入ったんじゃないかなと。まあ、今日がメジャー S 級になりますからね、この1日前に少しこう波乱っぽい動きになったわけですけども、このメジャー S 級が通過した後ですね、S 級値が決まった後の値動き、これ注目したいですね。現状まだサポートされていますから、この環境変わらないんであれば僕ならやっぱりロングはまだ見たくなります。
まあ、わかりやすいサポートもこの 39,800 円あたりですかね、見えてきたかなというふうに思いますから、まあ、ブルビアの分岐点ですね、買っていこうと思うんであれば、まあ、短期的にこの 39,800 円、割り込んでほしくないと。仮にまあ、ショートとかこう波の反転とか、崩れを見ていこうと思うんであれば、39,800 円は割ってほしいと。常にまあ、この 39,800 円というところをこう意識しながら、値動きは追っていこうかなと思います。現在地はちょうど今この上なんですね。39,800 円。まあ、すごく難しいところからの今日はスタートになってきそうですね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、1時間足に冷え重ねています。まあ、昨日も陽線と、もうこれは何も言うことないですね。もう史上最高値を更新している動きになりますから、まあ、当然ロングログになってきます。まあ、一方でも日足陰線が入ればね、まあ、少しこう流れも変わってきそうですけども、ただいつこういった陰線が出てくるかもわかりませんしね、この流れ、やっぱり大きなトレンドになってます。これフィボナッチ当てるとわかると思うんですけども、本当に大きなトレンドなんですね。仮にこの後調整の動きが出てきたとしたら、これ上下で40ドルぐらいはあるんですね。まあ、400ピプスということになります。まあ、かなり大きなレンジになってきそうでね、調整の動きになれば当然まあそれなりの売りが入ってくる場面も出てきそうだと、まあその動きに警戒というのもね、これは当然必要になってくるわけですけども、ただ今はまだその動きがないですからね、その動きを狙ってショートをしていくとか、あ、そういったのはまあちょっとこうタイミングとしては早いのかなという気はします。まあ、今このチャートで分かっていることは、もう高値を抜けたということだけなんですね。史上最高値を更新し続けている、まあ、すごく強いということだけなので、まあ、当然、相場というのは波ですからね、どこかのタイミングでまあ調整の売りが入ったりはします。今はもうその動きに警戒をしてね、こう少し様子を見ていくか、まあ、積極的にこう買っていくかということになってきますかね。売りを見ていくんであれば、まあ、一旦こう売りが入ったという事実を見てからでも遅くはないかなという気はします。はい、ということで、まずはドル円ですけども、まあ大陰線ですね、ちょっとこう流れが止まりそうなところに来てますから、ここでまあ調整の動きは出てきてもおかしくないかなと思いますけどね、ただまあサポート割れた売りのトレンドはもう明確に見えています。仮に戻りが入ってくればこれは戻り売り、一旦はやっぱり見たくなりますから、今日はこの戻りの壁探しをメインのシナリオとして見ていこうかなと思います。あとはドルインデックスですね。このドルインデックスもサポート割れてきてます。下落トレンド見えてますから、まあ、今日も安値更新は強く意識ですね。まあ、金曜日ですから少しこう買い戻す動きなんかが出てきてもおかしくないと思いますけども、多少買い戻されたところでシュワシュワも大きな陰線になってます。まあ、来週にもつながる動きかなとも思いますので、仮にまあ戻りが入ってきたとしてもドルの売り場を変わらず探していこうかなとも思います。あとはまあ今日はちょっとこう注目したいのは円指数ですね。このレンジからこれ抜けてくるのか、それとも潰されてしまうのか、昨日はこれ決着ついてないですからね、当然まあ今日でこの決着というのをまずは見ていきたくなりますね。レンジの中に戻ってしまうのか、レンジからブレイクしていくのか、これによって次の流れ全く変わってきますんでね、円の動きに今日は注目はしていこうかと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。